はい、それではですね、私が林業をやっております野上金山地域のですね、成長産業化に向けたですね、ICT 林業についてどのような形でですね、進めているかというのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日ご参加されている方もですね、かなり少数精鋭なので、ちょっと脱線するような話でもですね、入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、私どものですね、最上金山地域のですね、森林林業の将来のビジョンというのをですね、掲げております。で、基本的には金山杉、これまでも80年を標準伐期として、そこから本格的な収穫ですね、皆伐、托伐をしながらですね、長伐期大径木生産、秋田、山形の北部の特有のですね、豪雪地域の林業を行っております。で、私たちは将来に向けてですね、どういうふうな、いわゆる経営資源を持ってですね、何を大切にして山を守っていくかというところで、地域の人が情報を駆使して物を使って、切って使って植えて育てるを持続的に繰り返すこと、これをですね、将来へのビジョンとして掲げております。ですから、右上にあるイラストのようにですね、山を支えるのは人、物、情報と、この3つの柱でこれから支えていくというふうに、将来に向けて考えております。で、その中でですね、やはり一番は、木材利用はカスケード利用、できるだけ評価の高く、できるだけ付加価値をつけて利用、または販売していくということを積極的に展開していくと、これがやはり一番、切った後も使うというところで大事な考え方だなというふうに考えておりまして、やはり地域のですね、長伐期大径木制御に適応したですね、林業機械の導入であるとか、やはりカスケード利用、一番大事なのは、一番価値の低い部分ですね、いわゆる燃料チップをはじめとする、そういったものも無駄なく使っていく、そしてやはり一番の醍醐味は木造の建築を、やはり一番付加価値の高い使い方、この間をどういうふうにできるだけ価値を上げて使うかということが、やはり一番大事なんじゃないかというふうに考えております。林業をですね、成長産業化させるためにということで、私たちは課題を整理してきました。今お話ししましたように、人物情報をこれからどうやって拡充していくかといったときに、まず課題の整理として、地域を担う技術者の高齢化対応、若手の早急なレベルアップ、これは非常に大事なことです。労働災害の根絶や労働負荷の低減、やはり厳しい仕事はやっぱり誰もしたくありませんから、できるだけ労働負荷を低減していくということを考えなきゃいけないと。あとは生産性の低さ、これは待遇給与の低さに直結して、労働災害と労働負荷、これはですね、離職の、この2つは離職の大きな原因、若手のですね、林業化に参入したせっかくの若手が離職する大きな原因になっているので、ここのところはやっぱり現在、今一番大きな課題なんだろうなというふうに考えています。で、ものの課題ですが、これは地域の実情にあった、これは柔らかく言ってますが、林業、公正の林業機械であれば何でもかんでも使えるという話はありません。で、大きければいいというわけでもありませんし、小さければいいというわけではないと。やはりその地域の実情に合った林業機械がなかなかないと。で、特に保育から収穫までの機械化という部分では、今、さまざまな機械の開発はされておりますけれども、じゃあ、どれが一番いいんですかといったときに、なかなか定番商品、定番の機械というのが見つけるのは難しいという状況です。で、機械の稼働率を高めて、生産性を向上させるかということもあるんですけれども、人はやはり精神的にも肉体的にも消耗しますが、機械の稼働、いわゆる昔であれば機械の稼働率が高ければ生産性が高いと、イコール生産性になっていたんですけれども、やはり人がいなければ、優秀な人間がいなければ、機械を十分に扱う、また機械を動かすこともできないと。いうことなので、機械の稼働率イコール生産性なのかということも課題なのかなというふうに考えています。続いてですね、情報の課題ですが、やはり人が少ない、これから人の減る
ですね、森林管理、また事業の管理等の業務はやはりこれから大きな負担になっています。で、またウッドショックなど木材価格の乱高下を見据えた適切な資源管理計画、ただ切って出せばいいという話はないということかと思います。いわゆる資源の循環で持続可能な森林経営、森林計画が必要であろうということが必要だと思います。それを考えたときですね、10年先を見据えた林業経営とかですね、森林経営、これに対して具体的な戦略エビデンスというのはやはり現場ではなかなか難しく、やはり人が少なければ縮小均衡になってしまう。ですから、目の前の仕事をやることが精一杯になってしまうというのが、やはり、森林組合をはじめですね、意欲と能力のある林業事業体の大きな課題であるというふうに考えました。で、またですね、使う段になって金山、特に私たちの地域は金山杉という、知る人ぞ知るローカルブランドの杉が特産品になってありますが、やはりそういったものをですね、大切に売っていくという長期戦略、マーケットはやはり毎年毎年、やっぱり毎年というほど早くはないですが、やはり数年おきにですね、需要が変わってくると、そういった中でどのような長期戦略を立てていくのかというのが課題になっております。で、これ全部ですね、9つあるんですが、多分全国的にですね、この課題っていうのは、多分皆さんが見られたとしてもですね、9つのうち、多分5つ、半分以上はですね、多かれ少なかれ、同じじゃないかと思います。つまり全国的な共通認識として、残念ながらですね、こういった課題は共有できている。しかし残念なんでしょうかという観点から見ると、もう共通認識として共有できているので、みんなでですね、これをこの課題に向かってどういうふうに解決していくかということを考えれば、ポジティブに考えればですね、今ある意味非常にいい天気になるんじゃないかというふうに考えております。そういった中でですね、今注目されている ICT 林業とかですね、スマート林業というのを、この5年間ですね、積極的に取り組んでまいりました。そこで取り組んでみて分かったところはですね、ここには簡単な言い方をすると、整備期、適用期、発展期っていう3つのですね、ステップがあったんだろうなというふうに考えております。で、いわゆる ICT デバイスとかですね、国レーザー計測とか、あとは地上レーザーとか、そういったものを入れるとですね、ICT 林業、スマート林業だというような話が今あるんですけども、ちょっと違うんじゃないかなと。まずは私たちが取り組んだ中で、整備機としてですね、航空レーザー計測をもとにした地形情報をメインとした現場活用がやはり一番のベースだと。その次にですね、そういったものが定着してきた中で、適用期、次はその地形情報とかですね、地域に生えている植生、航空レーザーとか地上レーザーであると植生っていうのをレーザー計測で見ますので、そういったものをですね、デバイスに収納して業務を管理していくというところに発展させる。で、最終的には解析、そういった森林情報をデジタル化したものをですね、いかに解析して、解析した結果予測をもとにした森林経営をですね、どうやって立てていったということをですね、繰り返しブラッシュアップしていくと、だんだんアップグレードしていきます。そうするとですね、情報収集、整理、活用の流れができてくると、もう黙っててもですね、次第に林業は DX 化してしまうんじゃないかということがですね、この5年で、ようやく分かってきた。で、私たちも含めて、今現状はですね、一巡目だというふうに考えております。で、まず整備機の情報活用、まずファーストステップですね、フェーズ1として考えれば、地形情報をメインとした現場活用というと、やはりベースになるのは GIS になると思います。ですからやはり GIS をですね、いかにこう活用できるかという人材、GIS を使い切るスキルというのがですね、やはり地域に必要であるということが分かりました。で、また GIS というのは非常に難しいんですね。で、難しくて機能が多いので、字も細かいということなんで、やはりある一定程度のですね、燃料を積み重ねた人にはですね、老眼鏡とかバカでかいですね、ディスプレイがなかなかこれ使い切ることはできません。
ですから、そういったものも整備しなきゃいけないということもですね、やってるうちに分かってきました。で、まずですね、GIS を駆使するといっても、まずはそれを印刷してですね、いろいろな GIS 情報を検索して、その結果を印刷して、みんなにインフォメーションするというところが、しっかりできるかというところが、ICT 林業の一番大事なところだろうというふうに考えております。で、このような形でパソコンのディスプレイで見てもですね、見てる人間は多分1人2人、大体は1人で見てしまいます。それを印刷して、ホワイトボードとかにですね、こうやって貼り付けるというのも、まず第一段階の活用かと思います。で、これ、ホークレザー計測はですね、そういった、高価な投資をしなくてもですね、Google Earthとか、そういった無料で使えるようなものをですね、商用利用は本来はダメだということになっているんですけども、そこは緩く考えて、そういったですね、フリーで使えるようなものもですね、でも十分かと思います。で、ディスプレイの中ですと、3つの現場をですね、3つのウィンドウで見るというのは、なかなかこう、厄介なもので、目もちらつきます。ただ、ホワイトボードに貼るとですね、やはり人間の視覚広いですから、やはり大きな視点で眺められると、どこの範囲で何が動いているか、誰がどこの現場に行っているかということもありますので、インフォメーション機能としては、やはりこういったホワイトボードもですね、十分活用できると。むしろデジタルデバイスですと、価格が狭くて非常にパーソナルになってしまいますので、やはりみんなで見る場合はこういったローカルな技術も必要だということです。ただ、森林情報がデジタル化されると、下にありますようにですね、情報ツールとしてスマホ、タブレット、GPS、UAV、ドローンですね、こういったもので位置情報が、画像がテキストなど何でもですね、収集できるようになりますので、こういったものをどんどん GIS にフィードバックする。GIS でなくても、デジタル化してですね、管理する人間がちゃんと整理することによってですね、将来 GIS、次世代の GIS も含めてですね、そういったものに情報を集積することができる。今そういう段階が一番重要じゃないかなというふうに考えています。で、この蓄積ということをどんどんしていくというのが今の、情報の活用機ではないかなというふうに考えています。で、もう一つですね、このすでにある情報と現地から得られた情報を整理して、タブレットとかにですね、入れてしまう、または Google Earthであれば、Google Earthにですね、位置情報とかを全部入れて、で、テキスト情報とかも入れられますので、必要な情報をタブレットとかスマホに入れちゃってですね、山に持ち込むと。お札をコピーして山に持ってくる、雨に濡れて見えなくなっちゃったっていうことがないようにですね、常に、その時に必要でない情報も含めてですね、大量の情報を山で持って、思った時にその情報を引き出せるという状況が現状ではございますので、そういったものをどん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 まず現場で活用していくということが大事かなというふうに考えております。で、こういったタブレットですと昔と違ってですね、かなり精度の高い GPS 受信機がついてますので、数十メートルから数メートルの誤差はあるにせよですね、境界の推定や検討は全ての作業の基本情報ですから、そういったものに限りなく近くアクセスできると。ですから、若手のですね、技術者についても、こういったデジタルデバイスを持って歩いて、その中の情報を頼りにですね、山の中を歩くことが、ベテランに近いような状況でできるようになるということが、やはりこういった、ICT 技術の活用のですね、メリットが、一番のメリットがあるかと思います。で、次にですね、整備機ということで、その次にじゃあ、どういうものに取り組むかというとですね、やはり現地測量とか実際のですね、日常の業務にどん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 落とし込んでいく段階に入ります。そうなりますと、私どもレーザー計測データ持ってますが、そういったデータ、または Google Earth、その他のですね、フリーの地図なんかを使ってですね、いわゆる GNSS、いわゆる GPS の機器と併用しながらですね、測量とか位置情報をプロットしていくというのが、非常にもう現在簡単にできて、多分皆さんももうすでにやられていると思いますが、そういった情報をどん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 集めていく。で、そういった情報をどん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 デジタルマップの上に置いていくと、下にあるようにですね、黄色のこの下の赤色立体図の中にですね、
黄色の路線がありますが、これはあの左にあるように季節採用路なんですが、特に秋田、山形の豪雪地帯であれば、雪をですね、持って路帯を作って雪道で搬出するということがもう毎年毎年恒例になっております。もう当たり前の技術になっているんですが、その上をですね、皆さんお持ちのスマホとか、あとはタブレットをですね積んでログを取ることによって、あの測量しなくても新たな雪で作った道がどのくらい路網密度としてあるのかということをですね、デジタル情報を通じてマッピングすることができます。山形県はですね、まあ、残念ながらあの、路網密度はヘクタールあたりですね、日本全国で見るとこう下から数えて早いぐらい路網密度が短いんですが、あのこのようにですね、あの雪道を使った搬出路、あ、雪を使った搬出路をですね、マッピングして、それを円柱に加えるとですね、一気に上から数えた方が早いぐらい、多分秋田もそうだと思うんですが、作業路網があるはずなんです。で、実際、路帯はなくなっちゃうんですが、春とけ、雪が溶けてですね。でも、伐採はされてますんで、10年、15年後、これがあの次の回の干ばつの時にですね、生産インフラとしてまた復活すると。こういったデータを蓄積することによって、どのくらい隠れた生産インフラが実はあるんだということが、こういった技術を使うと分かってくるということになります。で、実際測量するということ、あのことではないので、いわゆるコストパフォーマンスも高い技術だというふうに考えております。で、この時期にですね、まあ、第2段階、いわゆるフェーズ2で情報をどうやって活用するかと。いうところでですね、まあ、想定されるシチュエーションとしては干ばつ実施地域の選定とか搭載資料の作成ですね。これはあの航空レーザー計測とかですね、いわゆるドローンでレーザー測量をした場合ですね、あの地上の物件の流木の状況もよく分かりますので、そういった意味では私どもはですね、あの航空レーザー計測のデータで全て地上物件の流木についてはあの判断をしております。路網計画については、住友林業さんとかでもですね、あのシミュレーションアプリソフトかなんかを作ってますが、私ども別会社のですねシミュレーションソフトを使いながら、あの一応机上でシミュレーションしながら、それをもとにですね実際搭載資料っていうのを作成しております。で、路網計画とかですね、そういった現地の使い方以外に森林台帳の整理と更新というのもですね、やはりどんどんしていかなきゃいけない。で、これは難しい問題がありまして、森林簿とあとは林家台帳というのが新たに先般出てましたので、こういったものの整合性、その整合性を図ろうとするとどんどんあの話が進まなくなるので、やはりベースとなるですね、あの自前の台帳みたいなものを作って、それをもとに森林簿と林家台帳をですね、整備していくというやり方を東北宮では選んでおります。であとは UAV を用いた現場管理、これはもう画像だけでも十分だということですね。で、あのタブレットにそういった画像を収めてですね、みんなで共有する、または YouTube にアップしてですね、それを家に帰ってみんなで見ておくということで、翌日のですね、打ち合わせ時間、または現場への理解度がですね、非常にあのスムーズにいくと、深まるということがあります。要はあの画像によってインフォメーションをして、あのそれを見ることによって、翌日のコミュニケーションを良くするというテクノロジーだと、いわゆる ICT ということなので、難しく考えることないかというふうにやってみて思いました。で、まあ、こういったときにですね、メインとなる機能も、やはり何をしたいがためにどんな情報を抽出してですね、それを合成合わせて考えて、それをいわゆるデジタル情報から紙に出したり、またはデジタル情報を入れてですね、解析してですね、みんなにこう知らしめ、そしてみんなと一緒に議論して理解を深めるというのがあの一番だと。要はホワイトボードの前でですね、あのみんなでいろいろな打ち合わせをすると、いわゆるワイガヤみたいな形でですね、ワイワイガヤがですね、どうしたこうしたり、ああしたいこうしたいっていうのを、やはり離れた場所からでもみんなでできるというところが、
林業の情報のデジタル化には非常に有効だというふうに感じています。で、実際、ですね、このような形でですね、地籍情報もと合わせたりしてですね、所有者対象を作っている中で、特にいわゆる台帳化したフォーマットでいくとですね、最終的に森林所有者の方にですね、森林に特化したプロパティマネジメントができると、いわゆる森林を資産としてきちっと見立てたですね、運用管理、運用といってもそんなにお金がくっついてくる利回りがいいものではないんですが、ただ少なくとも固定資産税とかですね、そういった森林経営コストというのがかかってきますので、そういった森林を資産としてきちっと数値化したですね、運用管理のツールになるということがやってみて非常に分かってきた。で、そしてこれが森林環境条例とかですね、現在森林経営管理権の設定とか、そういったいわゆる所有ではないんですが、所有と経営の分離が進む森林林業の中ですね、非常に有効なツールになってくるというところです。で、こういった技術、こういったものはですね、この航空レーザーとかそういった特別な技術がなくてもですね、ここに今写真は載っておりますが、図面でも十分かと思います。要はどういうふうに活用するかという考え方はツール以外にですね、十分活用有用に使えるというふうに考えています。ですから今お手元にある資料とかですね、そういったものを使ってこういうふうにできたらいいなと。で、将来的にはいろんな要素技術を組み合わせてツールを集めてですね、 ICT に取り組んでいくということがやはり一番大事、まずやってみるということが大事なんだなということが、まあ、分かってきました。で、またこういったですね、検知ソフトなんていうのもタブレットに入ったりとかスマホに入ったりしますので、スマホ1個にですね、いくつものアプリケーションを入れてですね、現場で活用していくということになります。これまでのですね、デジタル化っていうとすぐ基幹システムとかそういったものに行きがちなんですが、現状取り組んだ判断としてはですね、基幹システムというのはちょっと無駄かなと。高額かつさまざまな、既存のですね、制度やシステムとのやり取りがあって、割とこうそこを考えたりするのは不毛な仕事だというふうに現在感じています。で、今私たちの地域で考えているのは要素技術、いわゆるこういうことやりたいな、ああいうことやりたいなっていうことの要素となる技術っていうのはもう世の中いっぱいあるんですね。それをどういうふうに生かしていくかというのをですね、それぞれの要素ごとに使っていくということが ICT とかスマート林業には非常に大事だ。そこがやはり現場に少しずつ適用させるですね、取り組みになっていくものというふうに考えまして、で、航空レーザーのデータ閲覧と位置情報システム、これはもうスマホから始まります。で、丸太検知システムも多少 のサブスクみたいなお金の払い方で使うことができます。ただ現状ですね、このデータを持ってですね、商売売り買いはできないです。なぜかというと、買う方の理解と売る方の理解がやはり合わないということと、さまざまなソフトでですね、いわゆるその誤差がやはり違うんですね。ですからその誤差をですね、きちっと統一した段階で、省流、いわゆる商いの流れに乗ってくるだろうということで、まあ、現在はですね、大体この配積どのくらいの流別数があるんだっていうのを、まあ、組合に入って1年目2年目ぐらいの人間に持たせてちょっと見てきてねということがで使っております。まあ、私たちが見れば大型3台分で足んないかなとかっていう判断はできるんですが、やはり林業に入って1年の若い人たち、または若くなくてもいいんですが、丸太が山積みされている中、大型何台分ありますかっていうことを聞くっていうのはむしろ意地悪な話でですね、当たりっこないです。まあ、たまたま当たることありますけども、そういったことをですね、するんであれば、そういったことに対してこの丸太検知システムとかですね、そういうこういうデジタルデバイスを使って丸太の量を測ってきてっていうことになると、まあ、当たらずも遠からずですね、とりあえず大型トラック何台分とか、高型トラックに2台分余るとか、そういった判断というのはベテランじゃなくてもできるということになります。で、日報管理システム、これも将来的にですね、
今、うちではそんなに全員に配ってやってるわけじゃないんですが、将来的にはやはり現場の技術者っていうのは紙に書くのは面倒くさい、天候の悪い時に紙出して濡れちゃったら面倒くさいっていうこともありますので、やはり自分の持ってるスマホでですね、クラウドに向けて自分の作業状況をアップするというのが、もうこの3年後の中で定番になってくるかと思います。あと下の RTK アプリケーションですが、これも商品名でいうとドロガーというですね、いわゆるリアルタイムキネマティックっていうGPS の精度を上げるですね、機材も今10万円以下で非常に安くてですね、出るようになってきました。そういった中で、GIS 情報、GNSS 情報ですね、衛星の位置情報をですね、精度の高い位置情報をいかに使うかというアプリケーションもどんどん出てきてますので、こういったものも日常の仕事に合うものをですね、選んで使っていくということがいいかと思います。で、現在ですね、私たちが今年から取り組みを始めようとして、今準備しているのが RFID というバーコードとかですね、そういったような類の、Amazon さんとかですね、いわゆるその黒猫ヤマトさんとか、その流通でですね、使う在庫管理システム、いわゆる、チップ、そうですね、チップ、IC チップにですね、情報を持たせて、それを専門のリーダーという機器で読み取るということなんですが、こういったものを境界組やですね、流国、立木にですね、打ち込んでですね、デジタル管理を、デジタル情報を山の中に置いてきちゃおうということを、これからやろうと考えています。で、またですね、実際の現場に戻ってみると、やはり地形データからですね、縦横断図の作成とか、こういった可視化した情報をですね、即座に出せるというのが、やはり林業のデジタル化に非常に役に立ちます。そうなってくると、作業道を切るオペレーターとですね、こういった一つ打ち合わせの元になるような可視化されたもので、具体的な打ち合わせができるようになっています。で、実際平面で見えないものも 3D 図を作成することによってですね、確認できますので、これをするとですね、劇的に良くなるかということはないんですが、こういったいろいろ様々な参考になるようなですね、データを簡単に作れるようになってくる。昔だとすごい技術だったのが、非常に今、身近な技術になってきています。で、また航空レーザーとかですね、UAV、いわゆるドローンレーザーとか、地上レーザーでですね、立ち木をですね、データ化することによってですね、このように、どこにどのくらいの杉が生えているか、どのくらいの密度で生えて、杉林と言われているところだと思っていたのが、実は広葉樹が生えているということがですね、非常に明確に可視化できるので、こういったデータをもとにしてですね、いわゆる印刷するなり、デバイスで見るなりにすることによって、現場と業務管理する人間のですね、コミュニケーションが非常に上がると。残念なことに、この可視化によるですね、生産性の向上っていうのが、非常に数値化しにくいんでね、なかなか数値化した評価で、何がどのくらい、1日3人かかってたのが1人だとかっていう、そういう昔ながらのですね、評価しかできないところがちょっと残念なんですが、かなりの効果があるかと思います。で、よく私がちょっと脱線しますが、言うのが、例えばSNS の LINE でですね、おはようというと7キロバイトとか、ちょっと長くすると17キロバイトっていう、デジタル情報になるんですが、実際に会ってですね、お互いニコニコの2つずつの肉眼でですね、おはようっていうことでやるとですね、その画像データっていうのはもうギガクラスの画像情報が4つのいわゆる目ん玉に入ってくるわけですね。そうすると17キロバイトとか7キロバイトのですね、おはように比べて非常に情報量が多い。ということで言うと、もう万倍とか何十万倍のですね、情報がやり取りできているという言い方をすると、非常に効果が高いというか、比べるというよりは、ちょっと比べようもないぐらいの効果が考えられると思います。で、せっかくなんでね、今、皆さんのお持ちの
複合機とかもスキャニングができますので、そういったものをですね、今まで紙ベースであまり使わないなと思ってたんですが、でも残すべきだなというような情報をどん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 スキャニングしてデジタル化していくと。ここをちょっとちっちゃくて字は読めないんですけども、旧地区のですね、名前の図面がありまして、名前のないような沢も実は昔は名前があったところですね。こういったものも GIS のレイヤーに残しておくことによって、いろいろな情報が残せるようになっています。どうしても森林組合とかですね、そういった一般的なところですと紙も傷みますのでね、こういったデータを残デジタル化してデータを残すことによってですね、いろいろなアーカイブをアーカイブ化することによって、いろいろな情報をですね、将来組み合わせることができるということになります。確かにコストと手間はかかるんですが、やはり将来的にはですね、これらは情報資産として、地域に残るというふうに考えています。でこれがちょっと細かく出てるんですけども、特に国有林なんかでいうとですね、一つ一つは今は林班であそこに沢あるとかっていう言い方をするんですが、地域には昔やはりそこの沢の名前があったはずなので、そういった名前もですね、どんどん GIS の方に落としてですね、昔の地図、昔の道路の位置とかもですね、すべて修正しながらですね、残しておきます。そうすると、やっぱり時系列の情報っていうのもだんだん出てきます。で、林例っていうのも、森林もなり、林家台帳、その他ですね、なかなかこうぴったりしたものがないということで、ね、で、時系列データを集めることによってですね、樹木の成長の良し悪しやですね、成長予測が実施できるということも分かってきました。で航空レーザーとかですね、レーザー測量、非常にですね、いい技術で、素晴らしい技術なんです。で今まで私たちが GIS で取り扱ってた図面っていうのは、縦横、紙の縦横の情報に等高線のなんちゃって高さしか持ってなかったんですが、やはりレーザーで、精密な測量をすることによって、縦横、高さの3 d メンション、3D の情報をもとに私たちは今仕事ができるようになりました。で、初めはですね、やっぱり良かったななんて思ってたんですけども、よくよく考えてみると、3D では足りないと、森林林業をやっていくには。やはりこの時系列、時間というですね、ディメンションが欲しいということで、現在は 3D 情報に時間の情報、いわゆる林例とかですね、過去何年前の地形、いわゆる土砂崩れが起きる前の地形とかですね、そういったものも意識しながら、フォースディメンション、4D 化してですね、これを森林のビッグデータとして取り扱っていくというように考えながら、情報をいわゆる森林ビッグデータを構築しようという話に今展開しているところです。で、また話を戻しますとですね、そういった技術、大型の UAV レーザーで航空レーザーの保管を試みたりとかですね、小型の、よく手に入る皆さんもお使いになっているようなドローンでですね、写真を撮って、これ数年前に崩れちゃった田んぼなんですけども、山の被害を見に行く途中に、上空から映すと、やはり俯瞰した画像であれば、災害の規模も一目で分かるというようなことも、昨今ですね、当たり前のようになってきました。で、やはり左側にあるようなですね、UAV とか、地上映像を使ったですね、天群情報を使ったデジタル化したですね、森林の構造図とかなんかは、やはり300年生とか200年生、地域の高齢化が付加価値の高い林部においては、徹底的にやっていくというようなことをやっております。で、またドローンの使い方なんかは、簡単に飛ばしてですね、中間動画のですね、画像から大体何立方の在庫があって、2週間に1回、月に1回ですね、撮ることによって、どのくらい動いてるかっていうのが可視化できる。またそういったものを張り出しておいて、次に来る、いわゆる、原木をですね、どこのヤードに置くかということも、非常に指示するときに、相手方と明確にですね、打ち合わせができるということになります。
で、まあ、こういったこれは Google Earth にですね、UAV の写真から撮って、天文化した画像をですね、貼り付けてみて、でいわゆる5年前に撮ったデータに対して、今年のデータを乗っけるということが果たして可能かどうか、有用かどうかっていうのも試してみました。非常に有用でした。で、まあ、今後の発展期としてはですね、やはりこういった情報をいかに持続可能な林業経営に資する情報解析に使うかということですね。やはり樹木の成長量、この山に対して人と設備をですね、投入すべきかどうか、この山に対していわゆる限られた予算の補助事業とかを入れるかどうかということも含めてですね、最低10年、そこから20年、30年とですね、長期な計画を立てるのに、今取り組んでおります。でこれについてはですね、やはり森林経営というのは地域の土台になります。その上に林業を経営というのが、やはり林業をいかにやっていくかという経営、そしてその上に最後に事業体の経営という、この3段階のですね、地域の森林林業の経営を分けまして、現在私たちが森林林業の全体の経営を考えております。ですからやはり樹木成長量を加味して、今後10年の供給予測、これはもう、いわゆる林業経営ですね、または森林経営に近い林業経営、事業体の経営情報と組み合わせは林業経営の立案、事業体の経営と経営力、いわゆる人材と設備、またはその経営の余力ですね、それを考えて、じゃ将来的にこの林業事業体は10年持つか20年まで発展していくのかということも考えれば、地域の林業は20年間持つ、林業事業体がなければ豊かな緑に囲まれた林業のない町になってしまいますから、そういったことのないような形でトータルでの経営を考える。で、それを実現するためにさまざまな ICT の機材とですね、有機的に連携して森林情報を拡充管理していくっていうのが、やはり発展期だろうというふうな発想になりました。でその中でですね、じゃあこの地域に必要なものは何かといったときに、設備として、先ほど言いました人物情報の中のものですが、やはり高出力型のハーベスターと、やはり特殊なフォアだと、あとは、労働負荷を減らすですね、ロングリーチフェラーバンチャー、そうすることによって左右32メートルの流木の伐採が可能になるというようなことも考えております。でこういった設備投資についても安全かどうかという林業経営を考えたときに、このような形でですね、設備投資計画を、こういったデータから弾き出しております。で黄色い部分については、河川がどうしても必要だ、ですから将来的には、小型のタワーヤード等の河川も必要だろうねということで、この地域に必要な設備をですね、全体として考えることによって必要な設備投資を絞れると、そして無用な設備投資をしないと、設備投資をしすぎないと、設備投資をしても安全かどうかという判断をしております。で、また木材生産林の経済合理性判断ということも合わせてやっておりまして、人工林の流木密度とかですね、路網からの距離、標高部分の一段、さまざまな、要素をですね、数値化して、変化させることによって、ここは将来林種転換してしまって杉林からこういう樹林した方がいいだろう、ここの杉林については人と設備と予算をもう潤沢に投入しても十分経営が成り立つだろうという判断を客観的に行っております。大体森林組あたりにね、先輩が言うと若い人たちはちょっとね、遠慮して何も言わないとか、そういうなかなかこう田舎の地域にありがちなんですが、こういう客観的なデータをもとにすることによってですね、主観的な判断というのが排除されるので、非常に合理的な経営ができるんじゃないかということで取り組んでおります。で将来の収穫予想については、最近画像処理のですね、エンジンが非常に発達してますので、年輪幅をですね、画像処理して、その年輪の幅によってですね、同じ地域、または違う地域で同輪ででも、その成長の良し悪し、または干ばつの時期が年輪幅によって多少分かりますので、そういったものを解析して、どういうところが成長のいいところか、
そして最終的にはどこの山に人と設備をですね、選択して集中投入するかということができるかどうかというゾーニングも今試みております。でそういったものをすべて合わせてですね、最終的にどの成長成長量の区分とかですね、計算した上で年間の伐採量を弾き出します。そうすることによっていわゆる恒星的な山も作れると、または継続林的な施業もできるということになりますので、持続可能な森林経営をどのようにしていくか、恒星林にはこだわりませんが継続林にもこだわりません。やはりきちっとですね、経営対象となる森林の状況を把握することによって森林経営の精度が上がると、その精度を上げていくのが ICT 林業だというように判断して現在取り組んでおります。で、まあ、こういった地域資源の収穫計画とかも立てていました。で実際この数字がですね、いいか悪いかというのは分かりません。5年経ったら調整をかけてですね、この数字は変わるかもしれませんが、今現在の指標としてはこういった数字は使えるんだ、こういった数字になってるんだということで、客観的な判断基準というのができるようになります。いわゆる森林情報の数値化というところですね。で、まあ、今後の方向性ですが、やはりさまざまなですね、海抜災害などの森林の状況は変わった情報を収集してですね、データを更新するということが、やはり一番これからのICT 林業とかスマート林業が本来一番重要なところだと。さまざまなアプリケーションをモバイル機器に入れるんですが、これどん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 変わりますので、変わるのを待っているといつまでたっても入らないということなので、今必要だと思われるものについては積極的に取り組むということが大事なんだろうというふうに考えています。で川上中心のデータ利用から流通管理とかいわゆるサプライチェーンというところに発展させるのは、まあ、一般的なお話なんですけれども、やはり森林組合という立場で川上中心のデータから、私たち主体の流通管理や在庫管理、そして川中川下にですね、私たちのできる範囲での供給をしていく、そうすることによってバリューが維持できるというふうに考えております。で最終的に、縦横高さ時間のですね、4次元で収集した森林ビッグデータを基礎にですね、ビッグデータが拡充してきたときに果たして何ができるかというのが実は今楽しみでありですね、ちょっと難しいところかな。まだ誰もやってるようなところを聞いたことがないので、私たちもこの結果がどうなるかというのは楽しみにして、取り組んでいきたいと思っています。で最後なんですが、北欧、特に北ヨーロッパですね、スウェーデン、フィンランド、あの辺りはですね、やはり林業の先進地域だということで、何回かちょっと伺ったんですが、その時にですね、林業界、フィンランドの学者さんだった、フィンランド、スウェーデンの学者さんだったな、フィンランド、スウェーデン、林業界進んでるし、林業も非常に生産性高くなったと。ただ、基本的には1973年から2013年まで、造林に関しては何のイノベーションも生まれてないんだと。で、2023年までの間に、僕たちはそのイノベーションをやはりこう作り上げなきゃいけない、イノベーションをですね、造林にどんどん持ち込まなきゃいけないということで、彼らは GPS をですね、この苗木を植える、ど忘れしましたが、機材につけましたと。右下の写真見てもらうとですね、なんか適当につけたような感じで、実際適当につけたような感じしか見えないんですけども、でこれで何するのっていうふうに聞いたんですね。いや、とりあえず苗木の位置をデータどんどん取ってマッピングするんだ。え、じゃあマッピングして何するんですか。いや、それは将来優秀な後輩たちがそれでイノベーションをさらに起こすんだと言うんですよ。ってどんなイノベーションって、それは分かんないよ。だって後輩たちが、優秀な後輩たちがやるんだもん。え、なんでやるのって、だから将来のためにデータを取ってるんだというふうにだんだん論道していくとですね、向こうは逆切りしてきましたですね。なんだろうということで、じゃああなたたちはどういうことを考えてるんだということで、彼らはこういう、まあ、よく言われる軍馬みたいなもの、無人でですね、木を植えて石油をして伐採をするような機械っていうのを将来
僕らのこう優秀な後輩が作るんじゃないかなっていうことを言ってました。でもその時にデータがなければそんな機会は起きません。だから今できること、今すべきことを何かということで、僕らはそれをイノベーションとして考えてデータを取ってるんだというふうにその学者さんは言ったんですね。でその当時はそんなにええと思ってたんですが、実際自分が森林情報とかですね、デジタル情報に、森林のデジタル情報化に携わってみると、あ、なるほどそうなのかというところに、まあ、この5年を通じてですね、ようやく分かってきたので、まあ、今後ですね、私たちもできること、 YouTuber じゃないですが、とりあえずやってみたみたいなところからですね、どんどん ICT 林業とかスマート林業と言われるようなものに取り組んでいきたいと思っております。以上です。どうもありがとうございました。